ラバスティッド・クレイは、フランス、ヌーベルイコールアキテーヌ地域圏、ピレネーザ・トランティック圏のコミューン、バス・ナバール地方に属し、フランスの最も美しい村に登録されている。ラバスティード・クレイの名は、ラ・バスティーダ・ヌエバ・デクラレンザ、ラ・ベスティード・デクラレンス、ラ・ベスティード・デクラレンス、バスティーダ・デクラレンスは、ラ・ベスティード、このナバー王国の要塞は、クレール・ド・ラバスタンによって、 アランガーの端にある丘の中原に1288年に作られた。ビゴール出身者で占められる800人の避難民は1312年にナバーラ王ルイス一世によって検証を授けられた。その名が示すように村の誕生は国境の森林地帯に砦を作るというナバーラの必要性からだった。歴史家ポールブロカは1875年にまだ古く。 強力な取り出の意向を見ることができたと伝える。ラ・バスティット・クレーの人口は徐々に増加した。これは、周りのバスクの村々の人々、フランス南西部の商人たちや、スペインの異端新問を逃れてきた人々を受け入れたためだった。町の起源には別の説もある。多様な背景を持つ入植者、そして、フランコと呼ばれた巡礼者の存在である。1700年代、 人口は2000人を数えた。町は毛織物産業、靴下の製造、そして農業で成り立っていた。12日間は町の繁栄を支える死の日だった。16世紀の住民はバスク語を話せないが、ガス購入語を話しており、彼らは徐々にバスクの習慣や言語を取り入れていった。町は17世紀に320軒の家屋と工場を持っていた。 1585年から1789年まで町はグラモン公爵区領に依存していた。ラバスティット・クレイはポルトガルのユダヤ人追放を逃れてきたユダヤ人コミュニティがあった。現在、アルソー広場や木骨作りの住宅には職人の工房が入っている。町はかつてラバスティット・クレイが正式名称であったが1988年より現在の名称となっている。 17世紀初頭から18世紀末まで、およそ200年間、ユダヤ人のコミュニティが存在した。スペイン、特に、ポルトガルから逃れてきたセファルディム系のユダヤ人たちは、16世紀終わりには、バイオンヌに到着した。そこから彼らは、グラモン公爵の庇護を受け、ペールオラードやビダシュ、ラ・バスティード・クレイといった街に広がった。しばしば、ポルトガル人と呼ばれた、ユダヤ人たちは、 17世紀には、およそ70世帯から80世帯が町にいた。彼らは、ユダヤ人の土地と指定された場所に、相対的に自立的なコミュニティを営み、17世紀初頭には、キリスト教徒墓地とは別個のユダヤ人墓地を持っていた。ジェラール・ナオン教授が1962年から1964年に、発見した62カ所の墓には、碑文が刻まれていた。 最古の墓は1620年で、最も新しいものは1785年であった。そのうちの約18の墓は、ヘブライ語の小読みで没日が記されていた。18世紀半ば以降、ユダヤ人たちは急速に姿を消した。1798年にはわずか6人が残るのみだった。コミューン経済は農業が主体である。オッソイラティチーズの生産地に含まれる。 ありがとうございます。